こんにちは、賃貸のまさきです。本日は天ヶ津寺駅から徒歩圏内にございますドルフ1のご紹介をさせていただきます。こちら 1K の単身者向けの物件になっております。まずこちら病室のご紹介をさせていただきます。こちら、8.5 畳ほどございまして、大変広々としたお部屋になっておりまして、まあ大変レイアウトとかも楽しんでいただけるようなお部屋になっております。はい、こちらの病室にはクローゼットございまして、大変奥行きとか高さ十分ございますので、こちらにお洋服などをしまっていただけるようになっております。クローゼットの横にこちらモニター付きのインターホンもございますので、お顔を確認してお話をしていただけます。はい、こちらのお部屋ですね、エアコンが1台備え付けとなっておりますので、初期費用なども抑えられる物件になっております。はい、こちらの方から、バルコニーの方出ていただけまして、こちらで洗濯物なども干していただける、ちょっとゆったりとしたバルコニーになっております。はい、続きましてキッチンスペースのご紹介をさせていただきます。はい、こちら大変ゆったりとしたキッチンのスペースになっておりまして、2口の IH の、コンロございます。こちら調理スペース、シンクともに大変広々としますね。こちら水切り棚などもございます。まあ、上の方と下の方どちらにも収納スペースございますので、お鍋やフライパンなどもしまっていただけるようになっております。はい、そのキッチンの横に、冷蔵庫を置ける幅も十分ありますね。大きめの冷蔵庫も置いていただけるようになっております。ちょうどその反対側に、室内洗濯機置き場もございます。はい、こちらの物件ですね、オール電化の物件となっておりまして、電気温水器のリモコンがこちらにございます。はい、水回りのご紹介をさせていただきます。まず入っていただいて、すぐに、洗面台ございまして、こちらシャンプードレッサーの洗面台になっております。はい、その奥入っていただきますとお手洗いのスペースですね。はい、こちら洋式タイプの大変清潔感のあるお手洗いになっております。上の方に棚もございますので、トイレットペーパーの予備なども収納していただけます。はい、こちらお風呂も大変ゆったりとしてますね。はい、こちら足を伸ばして入っていただけるような大変ゆったりとしたくつろげるお風呂になっております。はい、上の方にも、まあ、こちらですね、換気扇ございますし、換気窓などもございますので換気面も安心していただけます。はい、最後に、玄関スペースのご紹介をさせていただきます。はい、こちらですねシューズボックスございまして、棚もたくさんあるのでブーツやね、靴いろいろしまっていただけるようなスペースになっております。こちらね、大変広々としてまして、こちらに電気温水器ございますので、こちらも確認お願いいたします。はい、まだまだたくさん紹介したいのですが、詳しい内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。